マラソン大会か。久々だな。そうだ、今日は隼人君と貫くんに長距離を競争してもらう。いつもランニングばっかりじゃつまらないだろう。よーし、それじゃ隼人、負けたら掃除当番交代な。僕マラソン苦手で。特に隼人君は体力と持久力をつけた方がシンカリオンの駆動性能も上昇するぞ。はーい。とほほ。位置について、よーい、ドン。負けねえぞ、ハヤト。俺は持久力には自信があるんだ。少し頑張れよ。それじゃあ先にゴールで待ってるぜ。じゃあなー。うん、僕のペースでゆっくり走ろう。まだ貫さん、ランニングですか？ああ、リカちゃん、今マラソンをしているとこなんだが、どうした？まあ、残念、今ケーキを焼いたところなんです。見かけたから一緒にどうかなーと思って。ケーキ食べる食べる。ハヤトはあの調子じゃここまで来るのも当分かかるからな。それまでゆっくりしておこう。それじゃあたくさん食べてね、ミーサバさん。いただきまーす。むしゃ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 。貫きはどこまで行ったのかな。誰か助けてー。ん？あっちの方から助けを呼ぶ声がするぞ。行ってみよう。うわー、大変だ、横転しちゃったよ。誰か助けてー。わー、大丈夫？トラックくん、待ってて。よいしょっと。ありがとう、シンカリオン。それにしても石が散乱しちゃってるね。一緒に拾おう。ふう、これで大丈夫だよ。気をつけて運んでね。うん、いろいろありがとう。気をつけるよ。マラソン大会の途中だった。それじゃあバイバイ。急がなきゃ。ちょっと休憩。やっぱり僕は体力つけなきゃダメだな。アイムネホー。なんだあのシンカリオンは。とっても疲れているぞ。ダダーン。よーし、今がチャンスだ。ダダン、いけー。ダダーン。もう時間がないのに。仕方がない、グランクロスでさっさと終わらせよう。グランクロス。うわあ、簡単に負けちゃった。ダダーン。もうエネルギーも底をつきそうだし、とりあえずゆっくりゴールを目指そう。ハヤトまだ来ねえな。なんだか眠くなってきちまったぜ。きっとシンカリオンさんは敵と戦ってお疲れなのね。うちで休んでいって。ありがとう、リカちゃん。
にゃむにゃむにゃむにゃ。ぐーぐー。はあはあはあ。貫きを任せているからね。ありがとう、リカちゃん。はあ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 、やった、やっとゴールできた。遅かったな、隼人君。でも君が一番だ。貫きは？ねえねえ、シンカリオさん、イーシャノンさん、起きて起きて、イーファイブさんが言っちゃいましたよ。ねえねえ、起きて、イーシャノンさん。グーグー。